皆さんこんにちは。株式会社ますますの村上優馬と申します。よろしくお願いします。僕は普段ウェブサイトの制作を行っています。どんなウェブサイトにするのか、その企画を考えたり、どういう情報を載せたらいいのか、その情報整理、またシステムがどのように動くかのシステムの設計、また進行管理、ウェブサイトに、制作に関わるものをすべてやっています。そんな僕がなぜここにいるのかというと、僕は情報大学メディア学部の、第1期生になります。そんな話をされても嘘だと思われる方がいらっしゃるかもしれませんので、本日は証拠を持ってきました。こちらをご覧ください。これは僕の情報大学での成績です。成績表です。まあ、有料科もありますね。不可っていうのもあったと思うんですけど、そちらは載ってないようです。はい、これが、はい、僕が実際にこの大学で学んだことだと思っています。学んだ証拠です。そんな僕が今回皆様にお伝えすることは、技術的なことではありません。技術的なものは大学で学んでください。今回お話ししたいことはこちら、一歩を踏み出す勇気ということです。一歩を踏み出す勇気の一歩というのは、もちろんという一歩ではございません。僕が言う一歩というのは、自分の意見を述べること、自分から行動することが一歩だと思っています。なぜ僕がそのことを伝えたいのかと言いますと、僕が仕事をしていく中でその一歩を踏み出せてない方がたくさんいるからです。十数人のいる打ち合わせで、会話に参加している人は 2,3 人ということが稀にあります。そんな状況を僕は変えたいと思っています。考えてみると、僕は高校時代から一歩一歩進み続けてきました。イベントごとが好きだったので、いろんなイベントに参加したい、いろんなイベントにスタッフとして参加したいと思っていました。それで高校時代は学校祭の実行委員をやりました。高校生活とは別に学校祭の実行委員をやりました。クラスの友達に、なぜクラスの仕事をしないで学校祭の、用意をするんだ、そんな風に責められたこともあります。ただ自分はイベント自体を作ることがしたかった、ただ参加するだけじゃなくて自分で作ることをしたかった、そういう思いがあって学校祭の実行委員をやっていました。また地元でやっていたジャズフェスティバルにも参加させていただき、ボランティアとして、スタッフとして参加しました。次に大学時代はこれがさらに増えます。学校祭の実行委員、この大学ですので総点祭の実行委員です。副委員長として2年間やりました。また、北海道で一番大きなお祭り、踊るお祭りです。これここまで言えば皆さん分かると思います。そちらでも学生実行委員会として、2年間働きました。また札幌国際短編映画祭の前身であるショートショートフィルムフェスティバルというものにもスタッフとして参加させていただきました。それが縁で札幌国際短編映画祭の第1回にもスタッフとして参加させていただきました。また海外のアーティストの映像を集めた、1.0 というイベント、大学の先生と考え、主催したライブ、他にもさまざまなイベントごとを関わってきました。これが、僕の大学生活です。皆さんの中に高校時代、大学時代、バイトで頑張った、部活動で汗を流した、そういう方はいるかもしれません。多分いるはずです。それは皆さんがバイトや部活動に一歩進んだアクションを起こした結果だと思っています。
それにより大学生活、高校生活豊かになっていったんだと思います。就職もその一歩の中から見つけました。僕は、あるイベントであった方の会社に入ることになりました。そこにはイギリス人のフォトグラファー兼デザイナー、英語のしゃべれるコピーライター、そして僕、プログラムのできる僕という3人の会社で仕事をしていました。まあ、会社に3人しかいないので何をするにも意見を求められました。社会経験が浅い僕に意見を求めてくれました。僕はその3人の会社で自分で意見を話すことの大切さを学びました。そして僕は50人規模の会社に入りました。50人規模の会社では話し合いの内容、参加する人数、そして見方などがさまざま関わってきます。その場でも僕は発言することをやめませんでした。それが元で上司と喧嘩することもありました。ただ僕はそのした発言に対して後悔したことはありません。それが話し合いの場に必要だと思ったからです。僕は話し合いの場は必ずしも正解の発言をする必要はないと思っています。自分の意見を言って他人の意見を聞くことが重要だと思っています。この話し合いの場で殻に閉じこもり何も喋らないというのは非常に簡単なことです。ただ勇気を持って一歩進んで一歩歩いて発言をしてみてください。そうすることであなたは違う世界が見えてくると思います。自分が発言したことで他人の意見を引き出せるかもしれない。自分が出した意見でどん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 話し合いが大きくなっていくかもしれない。それが話し合いだと思います。僕は自分がやりたいことをやるための一歩として会社を設立しました。株式会社ますますと言います。ウェブサイトを作っています。その会社で僕はウェブサイトを作っているんですが、海外や国内で自分が作ったサイトのがさまざまな賞をいただくようになりました。札幌、東京、そしてアジア、ヨーロッパ、アメリカ、これは僕がいただいた賞の一部です。ありがとうございます。大学時代、僕は図書室でウェブデザイニングという本を読んでいました。ウェブ制作に憧れる人であれば読んでいる本、ウェブ業界に参加している人であれば必ず見る本だと思っています。僕はその雑誌に、6ページ個人で特集されるまでになりました。ありがとうございます。これは自分の作った作品と自分がどういう思いでこのサイトを作っているか、それらをまとめてライターの方が書いてくれたものです。僕は一歩一歩歩くことでここに、この雑誌に載ることができたと思いますし、一歩一歩歩くことでさまざまな賞も取れたと思っています。一歩一歩歩くことがこの場に立つことにつながっていると思っています。ここまでの話を聞くと、僕のことをわがままな人間だとか特別な人間だと思う方がいらっしゃるかもしれません。でも、僕は先ほども説明しましたように10年ぐらい前はその場に座っていて話を聞いていた側の人間です。一歩一歩進むことでこの場に立っていることができています。僕はこれからも一歩一歩今まで通り歩いていこうと思っています。ですので皆さんも怖がらずに
一歩一歩進んでみてください。行動を起こしてみてください。ただ一つだけ、間違えないでほしいのは、僕の言う一歩というのは自分の意見を述べること、自分から行動することです。自分で検索して自分で情報を見るだけというのは僕の言う一歩には当てはまりません。何かしら受け取った情報を見て行動を起こすこと、それが僕の言う一歩です。ですので本日皆さんがこの会に集まってお話を聞いていただける、それも一歩だと思っています。先ほども言いましたが、怖がらずに一歩一歩進んでみてください。世界はすぐそこに見えてくると思います。ご清聴ありがとうございました。